この時間は投資信託のコーナーになります本日おいでいただきましたゲストの方はピークテージャパン投資戦略部長塚本拓司さんです塚本さんこんにちはこんにちはどうぞよろしくお願いします,ししますえ前回はですね、はい、10月に出演させていただいた時にはまあインド株ということであの新ニーサー積立枠唯一のアイトラストインド株をご紹介させていただいたんですが、はいはい、まあ今回はですね新たな投資テーマということでお持ちさせていただいたのは、ええ、割安で えー、さらに利益が安定していて何よりも今、非常に注目を集めております人工知能、はい、データセンター、はい、暗号資産、えー、こういった社会の発展、変革を支えていくのは実は裏で電力企業だろうと、はいえー、いうことでその電力企業といったいわゆる広域企業を多く含む、まあ、グローンについて、えー、その投資のポイントをご紹介させていただきたいという,ふうに思っております本日のポイントはこちらにあります3つでございます。はいはい、でまず1番目 ですけれども、えー、人工知能の普及によりまして、まあ、ご案内の通り大幅な電力需要が予想されているということ、そして2番目には、いう企業というのは昨年、金利が上昇してくる中で、随分と成長株に比べると出遅れてしまったということで、割安なバリエーションに放置されていると、はい、一方で利益は景気のです、ね、今後の不確からしさ、この影響を受けづらいということ。 そして3つ目、ですがこれは大きな流れとしてもう1つ、ですねやはり再生可能エネルギーに発電源もシフトしていかないと人工知能を動かす電力がですね昔ながらの CO2 をバンバン出しているようなそういった電源であってはこう社会的に意味がないということで実はそういった再エネシフトは利益成長の1つのファクターになってくるということについてご紹介をさせていただきたいというふうに思いますまあ今のところにありましたその電力需要、こちらはなぜ拡大するのかここかこら行きましょうか、はい、ありがとうございます。 まず一つには、やはり確実に電化の波というのが進んでいるだろうなというふうに考えております。例えば、e、EV にしましても、こちらにありますように、22年、電気自動車のですね売り上げというのは前年比でなんと55%で伸びてきているということもございますし、はい、さらには人工知能、今、チャット GPT などが非常に知名度を上げてきておりますが、実はグーグル検索と比べると、同じことを検索する、質問を投げかけると、 10倍の電気が必要にななってくるとといいうようよころもございます、はい、まさにこういった電化の流れというのが電力の総需要を拡大していくそれを支えていくのは例えばデータセンターにしてもそうです暗号資産についても大量の電力を使うこれを支えていくのは実は裏では電力企業であり電力企業がともに成長していくというふうに考えております。ここれあれあでですよねその AI の AI ところでも サーバーに記憶させたものを使って生成 AI を使う、はい、だからサーバーデータセンターを増やさなきゃいけない、はい、必要な課題、そのためにはどうしても必要なのは電力だと、はい、そうなんです、ね、こういう理解でいいわけですね、はい、サーバー自体もさまざまな商取引の拡大に応じて増えていきますし、人工知能サーバーも増えていきます、はい、さらにはその人工知能サーバーの中にはご案内の通り高性能の GPU チップが入ってきますけど、はい。電気使うめちゃくちゃゃく でこれをあの冷やすための電力も使もともと、はいまあ、サーバーは冷やさなきゃいけなかったですよ、ねはい、あ熱を持ちましたから、さらにめちゃくちゃ電気を使うし、GPU が入ってくるというようなところがあるのかなというふうに思さて、そういうところで、はい、なぜ電力企業は割安なんでしょうかっていう、はい、このテーマですねまあそれは一言で言いますと、まあ、昨年、利上げということもありましたし、さ、はい、まざまな出来事、債務上限問題等々もございまして、ずいぶん金利が上がって。 とえー、でこの金利上昇というのは公益企業にとってみれば下押し圧力になるということで、はい、下がるというよりはもうずっと出遅れが続いていたということになりますでこちらにお示ししておりますのが実は成長株とグロインの比較ということでこのエンジ色の線がですね実際にアメリカのグロース株に投資をいただいた場合の10年の実績リターンになります、はいえー、右側で見るんですけれども、えー、実は過去昨年の末時点で まあ15%近い利益が出ていたということで注目を集めているんですが実はその背景にはこの水色の線をご覧いただきたいんですが今から10年前というのはリーマンショック後、はいえー、ということもございまして結構バリエーションこれは普通の縦軸でございますが20倍を切るような実は PR だったんですね、ええ、まあ割安だったから10年間の実績が高く出たというふうにもうこの形状を非常に連あの相関していますので見ることができると。であれば今のバリエーション バリエーションはというと30倍近いところもございますので、はい、そうすると今後5%の利益成長というのはこのチャートからは見えてしまうということなんですね。はい、それに対して広域の現状というのはこのバリエーションをご覧いただきますと左側10倍台。はい とということで一時期、ちょっと人気化していたんですが、えー、随分とバリエーション出遅れてきてですね利益が伸びていったということで今、PR ここの水準これが10年後このチャート通りになるということであれば2桁の利益が期待できるということでバリエーション面で相対的に有利なのかなというふうにも見えてきます、まあ、グロースセクターで見ておくと5%公益企業で見ていくと2桁、はい、2> この違いはありますねとはいそうなんです、ね、現状の見通しでいくと。はいただあの 安かろう悪かろうというような言葉もございますけれども、実際にじゃあ、e、EPS ですね、一株当たり利益の動きをご覧いただきますと、ご覧のように比較的安定的に伸びてきておりますて、特に注目いただきたいのは、例えばコロナショックがあった時期でありますとか、チャイナショックがあった、そういったさまざまなショックに対して、非常に抵抗力が強いとえいうことがご覧いただけますのと、もう一つ、なんか一段上がってきている、ペースが上がってきているようにもご覧いただけるんじゃないかなというふうに思います。 そういうことは利益成長期待がより高まっているという理解でいいんですかそうなんですねはい、えー。その利益成長期待がこう高まってきている理由の一つが、まあ、冒頭にもご紹介させていただきましたが実は再生可能エネルギーシフトはい これによって従来と比べると倍の設備投資が予想されてきまして、はい、この倍の設備投資が予想されているこれがですね増益につながってくる可能性が出てきているというふうに考えております、ええ、設備投資が利益につながってくるという,そう、ね、見方でいいわけですねちょっと違和感を思える覚える方もいらっしゃるんじゃないかなというふうふに思うんですが実はアメリカの特に規制で守られた公益企業 広域企業というのは日常生活に不可欠なのがこの電力、ガス、水道といったところでございますのでしたがってこう電力が何らかの理由で途絶えてしまいますと例えば州知事のですね次のて言いますか当選が危うくなるといったようにまあ規制当局としても一番安定的に電力の提供というのが求められているところかと思います。そここででアメリカっっててううういい仕組みになっているんですね電力料金というのは設備投資を増やせば それに一定のです、ね、認可例と。はい すなわち株式のアメリカの株式投資家から見て、まあ、魅力と映るような ROE が設定されて、したがって、設備が、えー、投資が増えれば増えるほど、実は利益は伸びていくというような仕組みになっております。はい、でさらには、例えば、えー、価格転嫁というふうにございますけれども、今後、何らかの理由で地政学リスクで、例えば、えー、原油価格が上昇する、天然ガス価格が上昇する、はい、というようなことがあっても、それは実は電力料金に転嫁できるというような仕組みになってございます。はい それを考えますと実はあのこの利益というのは今後ここが倍のペースで発電源を能力として増やしていくということを考えますと安定的に利益が伸びていくこういったことが足元のですね利益成長率の一段アップにつながっているのではないかというふうに考えています構図でいくと電力を使う人も電力事業者も規制当局にも悪くないそういうことになってくることもあるんですね。その背景としては実際に太陽光風力 ということになってまいりますとイノベーションもございますしさらには大規模化ということからコストも下がってきている、はい、そしてメンテナンスコストも大規模な火力発電所などを考えていただきましてもそのコストも安くなってくるいわば、そういったさらに燃料費もかかってこないと一旦成長成長したらもう太陽がです、ね、照ってくれれば電力を作るし風が吹けば電力が生成されると。はい ですから今まで高かった燃料費そしてメンテナンスコストがなくなる代わりにそれが設備投資による減価償却の方にこうに変わってくるということでトータルで見ると今おっしゃられたようなすべ、えー、ての方々参加者にはこうプラスの、えー、恩恵を受ける可能性も出てきてきいるということになります、はい、この図で見るとやっぱり長期トレンドというイメージですね。そうなんですね冒頭申し上げた電の波 というのはすでに始まっていますし、これというのはあらゆる分野で、例えばまさに直近出てきたニュースとしましては、とある中国の有名なですね EV メーカーが、とうとう船の分野にも進出するというようなニュースも流れてきておりますけれども、はい、あらゆるものがでんそういった電気。 の道に歩んでいくでその電力を提供する上で従来型の CO2 を排出するものではなくてどんどんそこは脱炭素化の流れ、はい、これはたとえトランプ氏がですね次の大統領になったとしてもこういった社会的な動きというのは止めることはできないのかなというふうに考えています。ということは電力需要は拡大しますよということと、まあ、電源が脱炭素化していきますよ。これが 重ななっているっているとううこでですすね同時にそうなんです非常にそういった意味では私どものファンドマネージャーも、まあ、歴史的に人類の歴史で見てもなかなかないタイミングできていると、はい、にもかかわらず、えー、ずっとです、ね、金利の上昇ということでそれが悪材料というふうに考えられて業績はしっかりしているにもかかわらず株価は非常に出遅れが続いていた、はい、それが先ほどご覧いただいたような相対的な割安度につながってくると。やはり今新ニーサの時代ということで 長期投資を考えた場合にはいかに割安でしかもしっかりと利益が伸びていくものに投資をすることが重要なのかなというふうに考えておりますちなみに、はいえー、ここ1年先の利益予想で考えますと私ども8%ぐらいの EPS の成長、はい で米株ってえ大体1.5の配当利回りに対してえ米国の公益の場合には3.5%という非常に厚い配当利回りに支えられておりますのでトータルで見ても12%近い利益成長ということをえ私ども見込んでございます。 これって米株って1.5に対してトータルで利益成長の部分を合わせると同じように12%台の利益成長が見込まれているのですけれどもこの利益自体は結構景気変動の影響を大きく受けてくること今どちらかというとソフトランディングという明るいシナリオこれを前提としたシナリオになっておりますのでそういった意味ではより硬くて配当取り回りも高くてでしかも今後金利が低下していくということであればその恩恵も受けられる可能性はあるんじゃないかなというこのように考えています。 これよく考えると、はい。 私たち世界中の人々にとって、必要な企業群です、絶対必要な企業群ですよね、はい、絶対必要な企業群が、はいえー、絶対必要なです、ね、脱炭素の流れを起こしていく、その恩恵も実は受けられるセグメントはこういう形で存在するんだとい、えー、ったところは、ぜひご理解いただいたらいいんじゃないかなと、そこが今、長期投資の観点で見ると、非常に割安な水準で買うことができるということかと思います。ということは、見つ重なってるんですね。 はい、社会に必要だというのと、割安、はい、だというのと、はい、それから国エネルギー、はい、おっしゃる通りです3つが重なっているとあのトのンファンドというのは、主に世界の公配通り回りの公益に投資をするのですが、こちらにありますように、電力、ガス、水道、えー、そして、えー、電気、通信、えー、運輸、廃棄物処理、石油供給、まあ、こういった企業が含まれているんですが、実質的に先ほどご紹介した、規制下の公益企業の比率は8割。 あと残りの1割はですねあらかじめ、えー、非常に高い電力価格で長期の契約を結んでいる企業群なども含まれておりますので、まあ、そういった時代の流れを捉えることができる可能性があるファンドになっているんじゃないかなというふうに思います残念ながら2番目のですね、はい、特定の銘柄国に集中せず分散投資というふうにございますけれども日本の組み入れは現在はゼロと。ゼロはい ね、やっぱり米国が中心になってくると、はい、いうことと、そういった中でも、グロイン、毎月毎1年とございますが、グロイン1年はこちらは新 n i s 対の<象>成長投資枠の対象でございますので、はい、まあ積み立ても含めてご投資いただくことができます、はいはい、ご興味ありましたら、松井証券のホームページ等々でご検討いただければと思います。えー、塚本さん今日あありりががととうううごござざいいままししたたども